ただそれも別に作って何になるんだとか、オリジナリティはとか、サンプリングしていくんだ、そのことで一切考えなくて、作りたいものをまず作ることからしか始まらないので、序文句をね、そうですね、8つぐらいは作りましたかね。今の私のホームページのおまけページに載ってますけども、で、骨も好きだ。好きだというか、その骨好きだというか、いろんなその誤解があって、ちょっと病気になしみたいな、そう思われるケースがありますよね。私、解剖とかもしてるんで、あの気を出したいの。それはどういうことかっていうと、動物全般に興味があって、で動物行動学の本を読んだり、自然番組を見たり、でもちろんペットも好きで飼ってますし、そういうような、あるいは図鑑見て、その分類なんかとか、もっと恐竜とか古生物まで興味があって、そういうものの一環としてあるんですよね。だから、今日で自然科学的な態度で、接してるので、だからそのいわゆるメメントモリ死を覚える気持ちもあの作品には一切ありません、うん、で骨を作ってみたんです、うん、でそういうところからあのそれもただ作りっぱなしなんですけども、何かオリジナルのものが出てくれば発表しようかなということで、それでこう性器とおっぱいとお尻が合体したような立体な足の上に生えてるような立体を作ったんで、まあこれが発表しようかなということで、だからそれを立体作品で作品、あの日本語やってから古典で発表した初めてなんですね。その中で今こちらの中でのこのトークの流れがあったで、今回あのちっちゃなあのミニハウスというかこれお家はどういう思いが家を作りたいのか。これですね、これはまさに今話した原点に戻ったんです、はい、だからそれからはただ作りたいものを作ったりで縄文土器作って保険に発表しようとすればまあ思わないで、はい、まあ、そういうどういう作品を作っていこうかということを考えて、さっき言ったようにおっぱいだけで何回よとか考えたものを作っていくというふうになったんですけども、はい、これはまさにそういうおまけ的なというか手元の発想で、実は家のオブジェをはい、集めてまして、私は作品も結構買ってるんですよ、はい、立体作品とか、はい、じゃあ家の作品ですね。そうガラスの大見田達也さんってこちらでも手中に出したことがあるんですけども、玉美の先生か、そうなんですか、私だったかな、あのいい作品を作ってらっしゃいますけど、ちょっとこれでガラスの、あ、そう、ちょっと話が飛びますけど、来年大阪高島屋で私、個展するんですけど、はい、その前のパイプが大三田さんで、あ、そうですか、そうです、そこでお会いできるし、作品も見れるし、よかったなと思って、で、まあ、大三田さんの作品だけでなく、陶器で作った家であるとか、あってくれて、まあ、こんなに好きなら自分で作ろうと。そうですね、箱が初めてですか、家で。そうです、そうです。ただ、それも、なんでしょう、そういう作品って割と、あの形だけのもの。なんというか、家という基本的なものとして、はい、まあ、あの形ももちろんそうなんですけども、はい、ただそれだけでは私の作品とはならないので、はい、で、まあ、その模様を描くとか、まあ、盛り上げるとか、そういうのを、さらに加えてということなんですよね。結構、僕を見てた、黄色いお宅のポーチ、なかなか素敵だな作業を見てて。やっぱり松山健さんの絵が見つからなくてよかったなって逆に思いながらお話していたんですが、で、まあ、今のようにこうやっとちょっとね話があっちにこっちにしながらやっとここまでたどり着いて、実はその骨の向こう側に、白い絵がありますね、あの骨の絵が2つの作品、特に私に向かって右側の作品がとても素敵だな、そこで先ほどからいくつか出てる写実という今たくさんの現代の作家が写実、写真のようにって言われるととっても嫌がる写実作家がたくさんいて、でもいくつかところは写真で見て描けるっていうのは買うお客様にとってはそこの本質まで行くとか言えないけど、写真より描けてるすげえというのがまず第一で、実は松山さんとお話しして、私なんかもやっぱりどこかいつも引っかかってる、この仕事をしながら、引っかかってる作家は高橋由一幕末から明治にかけて一生懸命油絵の具もだからキャンバスもない時代にキャンバスを作り、絵の具を一生懸命作り、チャールズ・バーグマンという横浜に行った昆虫絵を描いてた人に一生懸命教えてもらい、
で、なんとかその人はまずここに天という意味をかけることにも驚きすいませんけどね、一応そういうふうに物心に書いてあってとても分からない。天と天で書けるってすごいことじゃないの、特に写真がない時代ですね。そんな驚きがやっぱりは使えながら、さっきトラントレビュー騙し的な話もそんな中には十分にない。イタリアの結構イタリアンレストランに窓が書いてあったり、壁のところにね、それはまさに騙し絵、騙し絵の世界ですね。騙し絵を目的とした騙し絵です、ね、騙し絵まあそんなその写実というのが今の時代なんかとってもいっぱいいっぱい取り上げられるんですけど、どうもそういう流れとはさっき、絵の具、ここに書いてあるこの白は絵の具ということで、でもう一つその、右側の方の作品は下地に文様が書いてある、ウィンドウの中にある地図という作品とやっぱり構図があって、そちらの作品の中に盛り上げて盛り上げて、この辺は少しその写実という一般的に考えられているものとかお話と、その図とその地、こっち側は抜いてしまって、右側の作品も人物そっくり抜いてしまって描かないということで、ある意味で形を見せていく、こっちは外にある、外のあるもそうですね、これは逆に描くということで、まだ図と地の描けるものを見せているのかなと思いながら、とても僕は好きな作品だなと思いながら、だから模様の部分でだけ言えば盛り上げてますし、書いてても書いてなくても同じなはずなんですよね、はい、真ん中の部分は、周りは、で、あそこの部分を別に ただ書いてないだけですから、まあ本来はただの何にも色や模様を塗ってない空間、はい、空間というか面なんですけれども、やっぱり人間の脳が補正して、そこを見せて、人型であれば人型、よくそういう、なんていうの、作詞の図とかありますよね。ね、丸の角だけが